こんにちは、ブルーホースです。ザ・セクシエスト。来ちゃいましたね。雨から雪に変わってる、これ。いや、違うね。ただの雨だね。ああ、それは死ぬ。それは死んじゃう。本当にここなのか。そうですね。あれはね、必死にね、膨張している息子を抑えている警官が立ってるね。めっちゃやる気満々じゃん、ハンク。やっぱ男だね。降りましょう。すげえ腰振ってるやついるけどね。ハンク友情。あれ、一回でもなんか、ソフトウェアの異常って出てるのがなんかすごい怖いんだよね。なんかどっか行って意味あるところありそうかな。最近はなんか調べるマークが出てきたら、うんぬみたいな。HB。ハンドボー。かな。じゃあ行きましょうか。最高にセクシーなアンドロイドね。どれ アンドロイド同士の成功はあるわけなのかな？まあわかんないけど。まあ、したところでお互いにそこら辺の快感っちゅうのはないかと。おお、みなぎってる。わお。あ、男もいるんだ。じゃあ女の人も来るのかな？ほう。ラテン系ですね。C カップってところかな？ ごめんなさい ごめんなさい あ、なんか、なんだっけ。カッチカチやぞタイプ。好みのアンドロイドはいないですね。まだ事件今は何とも。あ、これ出てるんだ。で、よう、ベン、調子は。めっちゃ誘ってくるな。どうです、皆さん、こういうタイプ。スポブラっていうのはあんまなんかそそらないよね。脱がなきゃダメよ。台湾系。いや、どっちか東南アジアだな。てか、なんか、これなんか調べられるところない。ハンクについていくだけか。じゃあ、一通り見てみます？ポール使えよ。ただ、いい筋肉。こっちもなんかあるのか。あ、こっち犯行現場を調べるだからないのか。わー、ツンデレ系女子。めっちゃ乳首噛んできそう。なんか、うわー、優しくご奉仕してくれそうですね。うわー、上に乗った時の腰振りが激しそう。そんなことはどうでもいいんだよ。あれ？こいつ、ちょっと待って。こいつさ、ズラトコじゃね？ズラトコ、え？違うか。そうだよね。だってズラトコってお亡くなりになってるはずだよね。ボッコボコにされて。わお。あれ？こいつあれじゃん。おい、コーヒー持ってこいよって言ったやつじゃない。変態親父がやりすぎて倒れただけだ。なるほどね。果てたのね。果てすぎちゃったのね。でもなんか本当にその、なんだろう。その行為をしすぎて死ぬっていうことって実際に例としてあったらしいですよ。だから皆さん気をつけてくださいね。アンドロイドにやられすぎないように、アンドロイドとやりすぎないように気をつけてくださいね。お財布、いくら入ってんだろうね。こんな VIP ルーム的なところでやってるから、しかも酒入れて、ハイになった上に激しい運動をした。だから結局、こういうことって、その、なんだろう。あれやってんのと一緒だからね、なんだっけ、運動やってんのと一緒だからね。まあ、しゃあない、アンドロイドだからな。もうさっき十分吐いたじゃないですか、ブルーブラッド。はい。じゃあ診断しましょう。診断中、診断中。セレクター、深刻なダメージ。深刻なダメージ。はい。まあ、しゃあない。アンドロイド同士だからね、その、アンドロイドに興奮するのは間違いないよね。でも、どうです、皆さん。まあ、くびれはいいよね。まあ、それはどうでもいいか。じゃあ、こっち。タオル取ろうか。免許の名前は、とりあえず、データ解析、心拍停止、心疾患や心臓発作原因ではないと。で、絞殺の後とか。あ、やっぱり、重度のあざ、窒息。あ、やっぱ首絞められたんだね。首を絞められた。じゃあ、アンドロイドが止まった原因は何なんだ？マイケル・グラハム。でか、189の8、え？ 189の87だったら、こんななんか、ちょっと、
ぶっちょ、あ、ちょちょちょ、待って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 、もう一回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 、クレジットカードに現金と、そうそう、で、再現再現どうなったんや。こっからなんか上に乗ってるね。あ、おっぱいがあるってことはやっぱりあのアンドロイドなんだ。アンドロイドが原因と。オッケー。なるほどね。嫁と娘たちの写真か。心臓発作ではありませんと。うん、考察。いや、首にあざが。ああ、さすが。さすがだ。確かにあの首絞めプレイってありますからね。ちょうど上に乗っている時のあれだったのかな。メモリーを読み込んでみたらどうだ。メモリーを読み込む。何かわかるかもしれない。もう一回じゃあ調べる。アンドロイドを修復する。接続する。これでも止まって。再起動が必要。お、お腹を開ける。あ、そういうあれなんだ。開けます。じゃあ皮膚ってどういう仕組みでできてんだこれって。面白いな。てか外れてんだ。外れるのをつなぐだけ。乾電池ですか。あ、違う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 。僕には無理でしたって。違う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 。え？なんで？おしっぱにして、で、もう一回おしっぱにして、で、X、OK。うーって。やばい、急いで逃げないと。逃げないと。そこが外れ、ああ、アンドロイドって便利ね。人間で言ったら、あれですよ。糸腸をつなぐだよね、まあ。とりあえず女の子だから優しくしよう。うん。何があったか教えてほしいんだ。あ、やばい、シャットダウンまで1分半ってなってんじゃん。あの人、はい。うん、死んだ。はい、になった。何があったか教えて。うん、はいはいはい。ああ、なるほどね。激しいプレイがお好みだったから。うん。だから変異体になっちゃったと。え、違う？どういうこと？犯人？誰？I didn't see anything. Were you alone in the room? 他に誰かいた。ああってことは、なりすましがいて、あいつ、あ、あ、3P ですか。じゃあ他のアンドロイド。やばい。あ、やっぱり。ただ 3P の話だけは、3ポイントシュートを打ちすぎて、遠距離砲うんぬんだね。だなぁ。で、監視カメラに映ってんじゃないの、こういうのって。だよね。あ、なるほど。賢い。そういうことか。プレイが終わったふりをして、え、でも、その、手とか、あ、でもその指紋が ないっていう設定だったっけ、アンドロイドって。そいつが部屋から出てったの。か、違うやん、違うやん。この人が、このマイケル・グラハムさんが誰を頼んだかっていうのを、誰を指名したかっていうのを見てて、9番怪しい。9番めちゃくちゃ怪しい。じゃあ9番から行ってみる。これを一体一体調べる場所もなさそうだね。いきなりあれだったね。はい、接続する。指紋がはめ、待った。同じモデルだ。あれ違った。ああ、お兄さんって。違う、アンドロイドを利用するには人間が必要。監視カメラはさすがにつけたりしてないよな。まさか。あれ、これ調べられないね。調べられそうな。あ、あ、あ、君は何食わぬ顔で。あれ、あ、違う、こっちか。何食わぬ顔で踊っているやつを調べられるのかと思ったら全然違ったね。てか、こいつあれだったの？店長だったのか。あれ？あ、違うのか。まあ、アンドロイドはなんだ。あ、なるほどね。そうだな。やっぱり感染症とかね、性病の疑いがあったりとかしたね。これなかなかに18禁な話だと思うけどね。話終わった？じゃねえよ。ちょっとこちらに。Maybe。
怪しいやつ。で、なんでこれだって分かったんだ。なんででもこれだって分かったんだろうね。血がついてたとか。急に襲ってくるんじゃないの。30分30ドル安い。だって30分で3000円ってことは1時間で60分でしょ。あ、1時間1時間で60分って何だよ。1時間で6000円ってことでしょ。6600円くらいか。安いと思うよ。厳密に相場知らないけどさ、うん、あ、なるほど。で、彼女とプレイしてきてくださいとかだったら面白いよね。あ、触らせる。あ、触ったね。おい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 、こら。The hell are you doing? あ、これマイケル・グラハムさん。ま、おう。あ、青髪のトレイシーというののアンドロイドは入り口。あ、そういうことか。はい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 。じゃ、これマイケル・グラハムじゃないじゃん。なるほどね。だからそっから出てきたやつが誰かっていうのを見たかったと。でもこっからその犯行現場は見えないっていうわけね。オッケー、なるほどね。そういうこと、賢い。そうそう。The deviant leave the room. A blue-haired Tracy. Club policy is to wipe the memory. 2時間おきにメモリーを消去しています。なるほどなるほどなるほど。3分で他の目撃者を見つけないと。スキャンスキャンスキャン。あいつ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 だったら見てるじゃない。ハウス頼む。ほい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 。なるほどなるほど。容疑者を見てない。他のアンドロイド。あー、しまった。こいつじゃないか。じゃあ君は。君。あら、あたしのこと興味あるのって。踊ってるだけだね。踊ってるだけっぽそうね。あ、いた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 。急げ急げ急げ、調べる。クラブの中に戻った。クラブの中に戻った。オッケー。ってことは、こっちだ。こっちです、こっちです。だったらいけ。残り2分33秒でクラブの中に戻った。あと誰が調べられる？すげえな。こっちじゃない。なんてエデンクラブ。クラブの中に戻っただからな。全部調べる時間ないだろ。そうそうそう。いや、ないよ。ないから急いでるんだけど。あれ？こっちの方行ってもわからないってことは、もう一旦君を見るしかないよね。ちょっと頼む。接続させて。東南アジア系ちゃん。なるほど。あ、これ一体って調べていかなくちゃいけなかったのか。オッケー。こっちに行ったね。赤い部屋に向かった。オッケー。赤い部屋は好きですか？オッケー。しまった。一個一個見ていくべきだったんだ。やっちまった。急げ急げ。で、調べ、ここまで来たのは分かったから。じゃあ、君はどう？ああ、いい海パン。あ、見てなさそうだね。見てないね。外れかよ。役に立たないね。頼む、ハンク。ハンク、移動早。あら。あ、いた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 。何か、青い部屋に向かった。そういうことね。オッケー。あ、でもなんかこの、あの、文系女子みたいな感じがいいね。完全にあの、股間に注目してましたけど。で、ここに来て、1分43秒。君、マイケル・ J ・フォックス風。いや、適当。違う。どっちかトム・ハンクスだな。いるかな？あ、え？坊や、こっちにいらっしゃいって感じだね。見てなかったね。違う。ってことはこっち。
ファンクお願いします。急げ急げ。あ、この子は選ばれてなかったけど白人男性がお好み。いないね。あれ、ってことはこっちか。すいませんねすいませんね。なんかこの女の子なんかすごいキーマンな感じするね。うん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 、いたいた、部屋に隠れた。 OK、 あの部屋か。プライベートスタッフオンリーっていうところにいると。あ、違う、こっちか。アバイラボー入る。残り1分。やばいやばいやばい。1分でこの部屋のどっかに隠れている。変異体は部屋を出ていった。え、変異体部屋を出ていった。嘘。じゃあもう一回、ちょっと30分30ドルで男を買ってください。あ、違っちゃう。これあれだ、部屋を出ていった。どっかで間違えたかも。接続する。君はなんか見てない。あ、いた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 。あ、スタッフ専用。なるほどね。こっちか。スタッフオンリーのところ、こいつ自由に入れんじゃん。いいの、それで。残り30秒とか。え、はい。あ、そうですね。M92F で頼みます。と思ったけど、M92F じゃなかった。これなんだろう、これ何の銃だろうな。種類わかんないな。もう一番好きな M92F だからな。それじゃなかったらもう何でもいいや。倉庫を捜索する。なるほど。いや、わからないよ。隠れてるかもしれないよ。これは今シャットダウン中かな。これアンドロイドじゃなかったらね、なかなか壮観な眺めですけどね。あんまタイプの顔はいないな。実は寝てるやつとか。あ、違うな、あれシャットダウン中だね。この男性のこの上のピンクのポッチが気になるね。あ、なんかなんだっけ、なん、あれに出てきそう。アンジェリーナ・ジョリーみたいな感じだったね。たくひでえな。すいませんね。あ、違う、このアンドロイドたちのこと言ってんのか。いたじゃん、動いてんじゃん。あ、いたのか。あ、ちょちょちょ、あ、やべやべ。うわー、やばいやばいやばい。ほっ、え、ちょっと待って、なんで動かない。やばい、甘い甘い甘い。え、なんかさっきからボロクソなんだけど。待って、めちゃくちゃむずい。危な危な、うっ、甘い。あー、やばい、すごい戦ってる。なんだこいつ、味方なの。引っ張る。甘い、うわ、こいつ強くね。なんでこんな格闘に長けてんの。蹴る。持っているものとこうと思ったらだろう。さあ今からプレイを始めようじゃん。やばい、ちょっと待って、ハンクを助けたい。バックドロップ、やばい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 。大丈夫って。これまた3体目のコーナー終わるんじゃないの。あれ、あ、ソフトウェアが。2対1は卑怯。よし、急げ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 。甘い、犯人だけでも捕まえないとね。ほい、慣れてきた。さっきなんであんなうまくいかなかったんだろうな。よし、うまくいった。あれ、違う、ボタン間違えた。やばいやばい、甘い。あ、RT と RB がね、むずいんだよね。お、あれ、避けたよね、今。甘いな、俺は撃つ。あ、やっちゃった。これはでも正当防衛として認められないかな、無理かな。ああ。
まあ選択したの俺だけど。Why did you kill her? だからあの前のパートでも言ったけど、人間との共存パターンだったらあなた協力させちゃダメでしょ。おっぱい硬そう。ああまあでもこれはあいつがあの女の子を殺したとき、次は私だと。あ、なるほどね、順番だったんだ。それでってことですね。うん、言い分はわかる。うん、まあでも事件の真相を知ることができたんで、よしとしてます。人間性見れるなこれ。Yes, I killed him. But I was just defending myself. うん。で、それが殺していい理由になると思う。I wanted to get back to the one I love. 殺す以外に手段はなかったのか。About the humans, the smell of their sweat and their dirty words. But you've なのに、You've taken her away from me. I love her. あ、そういう系アンドロイドだったのね。ああ。なかなか辛いな。これ逃がした方が、ここではどの結末になっても逃がしやがったなっつって、あの、ハンクの評価下がってたと思うんだけどね。ああ、難しい選択に迫られましたね。変異体が死亡した。自殺する。変異体を見逃したパターンだったらどうなったかってところだよね。でも変異体を見逃したところでやからな。倉庫に入る。倉庫に保管中のアドルド調べる。意外にもあったんだな。戦いに、あ、一応勝ったことになるんだ。あんだけミスしたのに。変異体を調べることができずに時間切れになるパターンもあったっていうわけだったんですね。犯行現場を立ち去る。犯行現場を立ち去った後、アンドロイドの目撃者を探さないで見つけるパターンはないのか。あ、それだったら見つけられないで終わってたってことなんだね。時間が切れてしまって。なるほど、なるほど。そういうことだったね。まあ一応最終のゴールまで行ったけど、まあやっぱちょっとこのアパートに関しては人間と共存していくっていうところをね、追いかけてやっていきたいと思いますんでね。まあちょっと皆さんもしかしたら、これをご覧になって不愉快に思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとここはゲームだと思って割り切って見ていただけたら嬉しいです。ということで、本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。